もうどうなったっていい。愛しすぎているんです。こうすると美しい姿のまま永遠に残るんだよ。私には先生が全てだった。どうしたら先生とずっと一緒にいれるの。貴様は赤い部屋にお越しくださりありがとうございます。女性は一生変わらぬ姿でいてほしいと本気で思ってしまってるんですよ。俺を殴って何になるの。どうせあの子も劣化するんだ。本当に私のことを愛してくれていました。だから私もそれに応えよう、そう決心したんです。殺せ、俺を殺せ。喋ってもいいんだよ、二人きりじゃないか。私は自分の意志でここにいるの。あんたなんよ、最悪、リマイ、殺せ。この綺麗な体のまま蝶のようになりたいか。